本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題となっているよな。北朝鮮や中国、ロシア、日本は大きな軍事力を持った国々との間に問題を抱えているもんね。防衛省は弾道ミサイル攻撃から国民の生命財産を24時間365日守り抜くための能力を抜本的に向上させることが可能であるとしてイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定したよ。さて今回は、次期最大級護衛艦イージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスとはギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことだね。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できずイージスアショアの配備を断念し、これに変えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表したんだ。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできないからな。敵はミサイルを保有するだけ撃てるんだから、上記決定を盤石のものにするため2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されたよ。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわからないもんね。ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されているほどだし。中国の軍事力の整備は特に進んでいて、日本は最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換したってわけだな。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することだね。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないから、限定目標の攻撃になり、攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると思うよ。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃についてはそれぞれの専門部隊が実施すべきで、イージスシステム搭載艦は飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなんだ。日本の周りは海となっていて、敵のミサイルは海を渡ってくるよね。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務ってわけ。2022年12月16日ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施していて、ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したんだけど、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したんだ。ウクライナの送電網はこの日まで2000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと、送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しているよ。迎撃ミスはないようにしてもらいたいよね。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないよな。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいぜ。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があり、各海域に常駐、訓練、補給整備をローテーションで行うと3隻は必要になってくるんだ。またミサイルの再補給は洋上ではほとんどできず、港へ帰らなければならないよ。太平洋に1カ所は少なすぎるけど、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるだろうね。つまり4プラス海域に3隻で、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があると思うよ。海上自衛隊は令和4年時点で既存のイージス護衛艦を8隻保有しているんだけど、これらの艦は本来的に護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動するんだ。日本本土を弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったってわけだね。
2500年前の中国で書かれた兵法書孫子は敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いていることからも、まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていこうと思うんだけど、ロシアの超音速対艦巡航ミサイルツィルコン等の対艦、対空、対戦ミサイルは除いているよ。まず、中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルなんだけど、中国及びロシアは、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中みたい。マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるんだ。中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ目標に到達する機能を持っていて、さらにまた、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100DF-100 東風100を開発しており、このミサイルはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びているみたい。中国、ロシア、アメリカも極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきたな。今や、極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化していて、低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいぜ。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第二砲兵を2015年にロケット軍と改名していて、日本を射程に収める信用基地には、射程距離1750クム以上の DF-21 や DF-31 が多数配置されているんだって。2022年8月に中国が行った軍事演習で、与那国島から 80km の地点に弾道ミサイルが落下していて、2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めているよ。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外の全ての国を合わせたものよりも多いんだよね。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から 3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされているみたい。次に北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しているんだ。北朝鮮は2022年11月18日、片で世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功していて、この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がっていて、2022年3月25日北朝鮮は、火星15号を、高度 6000km に達し1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させているよ。また、10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させていて、飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されているんだ。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となっていて、北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われるよ。次にロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、ロシアは多種類のミサイルを製造しているね。中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となると言われており、陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているぜ。対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るな。また対戦型もあり、魚雷発射艦から発射する対戦ミサイルのスタンダード版になるとされているよ。発射母体は地上の発射台付き車両 TEL、艦艇、航空機、潜水艦で、
陸上攻撃型である 3M14T と 3M14KNAT を呼称 SSN30A は、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追証も可能なんだって。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマトサタン2の実験に成功したと発表していて、プーチンが2018年の年頭教書でアバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しているよ。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200クムで切り離されマッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空からだね。さて、防衛省は令和5年度予算案にイージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求していて、構想ではイージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているみたい。基準排水量約2万トンは出雲型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みだね。イージスアショアで配備する予定だった米ロッキードマーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことだよ。同省は船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしているんだけど、この大きさでは速度が 33km 毎時18ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km 毎時30ノットで行動するときついていけないし、護衛艦の足手まといになるんだよね。既存イージス艦8隻など他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければならないからな。イージスシステム搭載艦は陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標で、日本本土を狙ってミサイルを発射しても途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたらミサイル発射の意味がないわけだから、敵はまずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするだろうね。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があり、護衛がついたとしても、時間にも対空、対艦、対潜水艦船能力は必要で、ソナーやヘリコプターも今や不可欠なんだ。日本近海で行動するにしても、護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶で、その点から、イージスシステム搭載艦は、当初案より小型化し、機動力を高め既存イージス艦と同等の各種戦能力機動力を保持するよう計画されているみたい。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1だけど、この乗員でこの艦の能力発揮ができるのかな。一部乗員は陸上自衛艦で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているらしく、上期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されているぜ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。日頃から、相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力であるよ。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていたよ。しかし、日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったんだ。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、
当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施継続するんだ。イージスシステム搭載艦には大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する RIM-161 スタンダードミサイル 3SM-3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使える RIM-174 スタンダードミサイル 6SM-6 も搭載する計画で、また反撃に使用する装備品として一蓋式対艦ミサイル能力向上型艦上発射型を搭載する方向なんだって。また既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しているみたい。火星17号を迎撃する場合を例にとると、弾道ミサイル迎撃用 SM-3 ブロック 2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされていて、6000km から弾頭が誠空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒となり、SM-3 ブロック 2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければならないんだ。反撃のために TEL を一蓋式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、TEL はミサイル発射後すぐに移動するから、ミサイルを発射した TEL を撃破するとなると非常に難しい任務だね。情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約するジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠だな。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足らない状態で、この点からもイージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも窮地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。
さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ、設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE、近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された、クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた東洋病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、
上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が館内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク 41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成開口ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な小人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での精進化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ 20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機だよね。中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれているらしいじゃん。名前だけは一丁前だよね。
2017年3月に運用が開始されていて、第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機とされているな。さて今回は中国の最新鋭戦闘機 J-20 はアメリカの F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機であることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在においてこの3機種。F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけであるみたいだよ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているな。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとしていて、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているよ。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したらしい。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都式工業工司で開発されたことから、チェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では伊藤美中国語でリボンを意味するとも呼ばれているんだって。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代と糸体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているみたいだよ。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認されて、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだよ。2011年1月には初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015-0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002-0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているな。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたみたいだよ。2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているらしい。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられているぜ。現時点で推定されている J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル空挙重量 17,000kg、最大離陸重量 30,000kg、
6300kg 実用上昇限度2万メートル最高速度 2500km 毎時最大航続距離 5900km とされ、双発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている。サプールネイル 31FM に最大推力 145kN を搭載していたけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだよ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS10 を実用化までのつなぎとしたのであるみたいだよ。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているらしいな。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は F22 が搭載している AESA レーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているんだって。また J20 には、F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の捕捉照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル約132から160億円と言われているけど、2000年代の初頭では4億5000から5億元約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上であろうと見られているよ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるとなっているよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのであるらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているみたい。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのであるとなっているよ。そして、J20 の研究開発費が約300億元約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているぜ。しかしながら、
これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるらしいな。自衛隊の装備品を全て国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきであろうとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。